タイリストの島田律子です。澤田由紀です。よろしくお願いいたします。さて今回はですね、はい、柔らぎ水についてお話をさせていただきたいと思います。柔らぎ水というのは、うんうん、まあ、分かりやすく言うと、はい、まあ、小さなお酒を飲みながら一緒に飲むお水のことなんですよね、うんうんうん、あの日本酒ですから小さっていうのも違う感じですから、うん、そうですね、柔らぎ水、柔らぎ水、これはですねどういった効果があるかというと、うん、本当にぜひお酒を飲むときに柔らぎ水と一緒に飲んでいただきたいんですが、はい、まず第一にあのお酒って美味しいですよね、はい、あー美味しいと飲めますよね。そうですね。ですけれどもお酒だけを飲んでいると、うん、だんだんとこう味覚というのは酔いとともにこう鈍くなってきてしまうというのもありますし、あのお酒の味ってだんだん分からなくなってきてしまって、確かに、うん、でそのうち、うん、飲めりゃいいやと思って飲むのって、うん、せっかくの美味しいお酒がもったいないじゃないですか、うん、もったいないですね、うん、だけど柔らぎ水と一緒に飲むと、はい、一回一回口の中が洗われるので、あお口直しができるんですね。そうなんですよ。そうすると最後の最後までいただく日本酒が美味しいなと思って、はい、まず飲むことができるんですね、うん、なるほど。よくワインとかだとお水が一緒に出てきたりとかしますけど、そうですよね、あのこうグラスがこう並んでいて、ね、奥にあるこの大きいグラスは何だって言ったら、うん、これお水をもらうためのものですよね、うん、あの日本酒の時も同じように柔らぎ水を、うん、もうぜひ頼んでいただきたいというふうに思いますね、はい、あのもう一つ日本酒と一緒に柔らぎ水を飲む効果というのがあるんですけれども、はい、体が劇的に楽なんです。日本酒だけを飲んで、うん、もう飲めない日本酒っていう量と、うん、愛の手で柔らぎ水を飲んで、はい、もう飲めない日本酒の量というのはですね、うん、日本酒だけを飲んだ時よりも柔らぎ水と一緒に飲んだ時の方が 1.3 倍日本酒が飲めるんですね。そんなに違うんですね。違うんですよ。これはいっぱい日本酒飲めますせという話をしているわけではなくてそうじゃなくてそのぐらい体が楽ですよということなんですけれども、日本酒だけ飲んでいると日本酒美味しいですから、ついついこうクイックイッククイックイッ、そんなに飲んでいないつもりが飲んじゃったっていうようなこともあるかもしれないですけれども、あの先ほどねゆきちゃんもワインだったらよく普通にお水を頼めるっていう話ありましたよね、お店で柔らぎ水って飲みます？なんかこうあまり頼む習慣がないというか、周りもそんなに頼んでない気がするので、なんかどうしてもこうちょっと言い出しづらい感はやっぱりありますね。かもしれないですね。あのだんだん変わってきてはいると思うんですけれども、まだまだあのお水頼みづらい、なんかお水頼んじゃうと、もう飲めないのかよって周りがなってしまうようななんかしらけさせたら申し訳ないなって思っちゃったりとか、あとお店の人にも、あお急ですかそろそろっていう風になってしまう、まだなのにって言ってこう頼めないっていう時もあるかもしれないですけれども、うん、あのそうではなくて、私は日本酒と一緒に柔らぎ水をいただくんですっていう、もう周りの人にも教えちゃう、そしてお店の人も教育しちゃうぐらいな気持ちでね、正々堂々と柔らぎ水を頼んでいただきたいなというふうに思います。じゃあ次は頼んでみようと思います。で、はい、あのお店の中では仕込み水を出すところもありますよね。仕込み水って何ですか？仕込み水というのは、うん、これで日本酒を仕込んでいるお水ということなんですけれども、あの日本酒がなぜこんなに美味しいのかというと、やはり日本が誇る美味しいお米、そして美味しいお水があってこそこれだけ美味しいお酒ができるわけですよね。あのやはり酒どころ、うん、米どころというところにはこうお水がいいお水が湧き出てくる、まあ、川が近かったりとかそういったところが多いですけど、本当にお水が美味しい、だから日本酒が美味しいんですよね。そういったお店に行かれた際にはぜひ仕込み水を柔らぎ水にして、この美味しいお水でこのお酒ができたんだって飲めたら最高じゃないですか。どちらも楽しめますね。ぜひ、はい、と頼んでいただきたいと思います、はいはい、じゃあ、うん、これから行っちゃいましょうか、はい、そして柔らぎ水もぜひ、うん、もう堂々と2人で頼んじゃいましょう、はいはい、じゃあちょっと私が頼んでみようかなと思います。ぜひやってみてください。はい、乾杯。乾杯。
ただきます。いいですね、美味しいですね、そうだ、島田さんでもお子さんいらっしゃるんですよね、子供がまあやっぱりもちろん欲しいんですけど、まあ、今すぐでかそう、いつかは子供欲しいなって思うんですけど、なんかもう子供を持つってどういう感じなのかなと思って、子育ては大変よ、もうなんか日々戦いよ、本当に手がかかるし、ねえ、なんでほら動物はさ、だって動物の話にするのかって感じだけど、あの生まれてすぐこう立ったりするけども、ほとんど立つまでに随分かかるみたいな感じだし、首とか大事にこうやられるね、こんなんだし、もうちっちゃい頃はすごい大変だったりとかしてたけど、ただね、なんか私もその子供って持ってみて、こういう感情が芽生えるんだっていうふうに思ったのがね、本当絶対自分よりも大切なもの、どんなことがあっても大切なものっていうのが自分の子供なんだよねっていうのは、本当に子供が本当生まれてみて初めて経験する感情というか、すごい不思議な気持ちにはなりましたけどね。あとはでも日々は大変なわけ、ムカつくし言うこと聞かないし、今小学生になって男の子はやんちゃですもんね、なかなかそうよ、ね、だんだん生意気なこと言うようになってきたし、勉強は嫌いすぎるし、もう口からなんだって感じでもう日々勉強させるの大変だったりするんだけど、うちの両親が、あの、まあ、初めての孫なんだけれども、年を取って重ねてきてるわけじゃないですか、孫を見てなんだろう、しこう亡くなっていくというか、そうになっていくのが全く怖くなくなったと、自分の子供っていうのが、やっぱりなんていうの、育てていかなければ立派なまず、ね、子供あの大人にしなければっていう責任感が強いんだけど、孫は単純に孫っていうさ、可愛がればもうただ可愛いっていう、なんか歌あったよね、なんでこんなに可愛いのかよみたいな可愛い可愛いちょっと前が入ってそういうのがあるって言ってるか、なんかそういう、なんかこう命をつないでいくってこういうことなのかなっていうのはあるかもしれないですね。